はい、今日はグラジエーターカップの解説をしたいと思います。この試合は、マスター 70.3 キロ以下級ですね。相手は尾崎選手ですね。で、山ちゃんが右側、この頭のでかいのが。で、この尾崎選手結構決めが強い選手で有名なんですよね。まあ、山ちゃん右側で攻めてるんですが、尾崎選手が、山口さんの左の足を狙ってるんですね、これね。で、山口さん右パスが得意なんで、今ちょっとこの距離を見てる状態なんですけど、このグリップファイトしてますね。で、まあそしたらこの足、左足絡まれちゃってましたね。で、その時点で結構厳しいんですよね、これ今。パスが山口さん右方向がちょっときついので、できたら左に飛びたいんですけど、今ちょうどその右手側で手首持たれて、ね、持ち返して、このなんか攻防になってますよね。相手としては手を握ってアームロックとか狙いたいっていうのがあると思うんですけど、山口さんちょっとそれを阻止して今、レッグウィーブみたいな感じですね。左手で相手の足を押さえて押さえ込もうとしてますね。で、頭を相手側に入れて今、そういいですね、この時に入れて、で、入れたままできたらこれね、ちょっと切りたいんですけど、相手絡んでるから行きづらいんですよね、これ。で、この状態から、そうですね、山さん今横に飛んだんですけど、今腕取られましたね。腕を取られてしまって、もうこっちの腕ちょっと危ないので、このまま終わりという感じでしたね。まあ黒帯相手に、まあ、山口さんほとんど練習してない状態でこうニアパスまで取ってるんで、かなり頑張ったんじゃないですかね。はい、尾崎選手強かったですという感じで、山ちゃんのマスターの試合は終わりました。次は私のエリートマイナス 70.3 キロ以下級ですね。相手は、新潟イエローマンの高杉選手ですね。あのパンクラスとかを主戦にしてる、まあ総合格闘家プロの方ですね。この人ね、僕最初からやりたくなかったんですよね、ちょっとレスリングベースで。で、このルールちょっと特殊なんですけど、引き込んだ状態から相手下がっていいんですよ。普通ってこう攻めないと反則になるんですけど、これが若干の総合チックですよね。そう、でも相手レスリングなんで、とりあえず全然付き合ってくれないんで、まあやるかって感じでしたね。はい、今組手の攻防をしてますね。できたら私としては内側、この右手で持ってる側で、まあいわゆるそのマルセロがよくやるような、アームドラッグタックルしたいんですけど、なかなかね、お互いにこの喧嘩四つの状態なんで入りづらいっていうのがありますね。はい、なかなか入りづらいですね。今こうお互い内側と内側を取ってる状態で、組手の攻防になってますね。内側相手としては、多分私のこの右足を狙ってるんですかね。もう一回こうハーフで引っ込むんですけど、完全に嫌がられてます。でもこの高杉選手は、レスリングベースですね。レスリングのベースなんで、なかなかねちょっとねいけないですね。はい、この攻防でできたら私はこの今はできたらあれですね、ハイクラッチ狙ってるんですね。右手で相手を上げていきたいんですけど、相手の左足を狙ってるんですけど、なかなかいけない状態ですね。いった、右じゃなかった、あ、右だった、はいはい、やってますね。はい、そんな感じでいきました。また、ダメだったらもう一回。なかなかねこのね攻防ね久しぶりですよ、総合みたいな感じで。そうで、またこう狙うんですけども、多分なかなかこのタックルはやっぱりなかなか入らせてくれないですね。はい、まあ、ただまあレスリング、せっかくなんでレスリングで、試合だったんでレスリングで勝負しようと思って、まあ、ちょうどこんな機会ないんで、自分の普段やんない攻防をやってみようと思って、ちょっとレスリングをやりましたね。相手ハイクラッチ来たんですけど、切ってしまったんで、そうなかなか投げれないですね。引き手、右手で引き手取っとけばよかったんですけど、いけなかったですね。この今ロシアンタイまた外されましたね。はい、また組手が同じ、私が左、相手が右の組手ですね。できたらこのですね、あんまりこの反対側のダブルレッグが入りたくないんですよね。相手多分入られ慣れてるんで、できたら私もこの同じで相手の高杉選手の左足を狙ってるんで、
まあ、こういう工具は続いております。はい、内側取ってますね。で、まあ、ただちょっとまあなんとなくですけど、あのこっちの方がちょっと今あのフレームがどうしても私の大きめなんで、ちょっと押せるなっていう感覚があったので、まあ、あんまり投げられる感じはなかったんですけど、今まあ、攻防が立ちの攻防ですね普段寝技が多いんですけどね。はい、そうそう、でまたロシアンタイみたいな感じに入って攻防してますね。はい、なかなかこの攻め、そう、最後うまく引っ込んで右手で足取れたんですよね。そしたら相手が転がってくれたんで、あのスイープになりましたね。この手の引き込みってもうハーフじゃないと厳しいんですよね。こう相手が嫌がってる場合って捕まえないと、座ったら下がっちゃうんで、まあ、今の、まあ、もちろんここから得意の脇差し、もう脇を差してからはあえてこの肘が見てわかると思うんですけど、あえて相手に刺させておいて肘をこうロックさせてるんで手がもう死んでるんですよね。これ僕としてはあの好きな攻防で、で、まあ、2オンベイリー、まあ、これこのルールはちなみにポイント入んないんで、まあ、柔術のポイントがあの判定には生きるんですけど、まあ、とりあえずもうここで、ちょっと力を使いすぎないようにちょっと手を抜きましたね。結構ね疲れちゃうんで、今クラッチを切ってなるべくで左側の骨盤にずれて相手にエビをさせない、まあ、ブリッジしてきてもあえて後ろに体重かけて、まあ、いわゆるこう、相手を制圧してる状態なんですね。はい、今しっかり押さえて押さえております。感じですね。もうこれほとんどもうあのここからマウント取る気があんまりないですね。まあって感じで今試合終わりました。まあ多分この時点でもう判定で勝ったなっていうのが確信があったので、まあそんな感じで何とか勝てましたね。はい、高橋選手ありがとうございました。次はあれですね、赤尾選手。この赤尾選手もまあ元々一緒に練習してた仲間で、さらにあの教えてたんで、もうお互い手の内分かってるんですけど、組んだ瞬間にやっぱり赤尾さん力強いレスリングというか、こういう攻防になりましたね。お互いにあのガチンコで来てますね。なんか当たり前ですけどね。はい、まあ、さっきと同じなんですね。結局赤尾さんも右足前、私左足前、さっきの高崎選手と一緒でやってる攻防は一緒なんですよね。内側を取ってできたらハイクラッチか、といわゆるコーチタックルみたいな感じで入りたいという、なかなかそう、赤尾さん逆に今あのあれですね、ロシアンタイみたいな感じで来てますね。はい、内側持って入ってますね。はい、で今膝ついて、そうですね、なかなかねこう赤尾さんもねフロントチョークとかもあるので、なかなか容易に入んない方がいいんですよね、この場合は。まあ、なるべくで首相撲で落としたいんですけど、まあ、なかなかこう相手を落とす、回してきた時にシングルを赤尾さんで入りたいんだけど、今みたいにこうフェイントをかけるのが赤尾さんのスタイルですよね。今回して、まあ、同じようにこの手を持って、来てるので、なるべく下がって持ってっていう攻防になってますね。はい、内側を持ちたいんですね。左手内側を持って、まあ、赤尾さんと私の手がちょうどね、あの右手、左手が釣り手、右手が釣り手なんで、まあ、こういう攻防になってます。はい、なかなか力の入る攻防ですねこれね。まあ、そう、伸びたいにハイクラッチ入ったんだけど、相手もなかなか入れさせてくれないですね。はい、また振って入りたいけどすぐに体を戻すっていう攻防になってますね。引っ込めましたね。で相手はもうすぐ脇を刺して抜きたいんですよね。抜きたいんです。ここで今こう 脇差し姿勢、なかなかやっぱ相手も分かってるんで、腕固めから、そうですね、腕を入りましたね。はい、まあ、クロスガード入ってからは、まあ、こういう感じで今、できたら今の、まあ、この中ではなんとなく今僕の方がちょっとあの
主導権握ってるなってのがあったので、まずクロスガードからできたら攻めれたらいいなっていう感じですね。返せたら返せたら、まあもちろん1本取れたらいいんですけど、やっぱあの総合の選手なんで上手いんですよね。手がちょうど内側に入ってて、ここさん今、右方向に行こうとしてますね。まあただなかなかね、あの手が右手がこの足を抱えてるので突っ込めないんですよね。突っ込むといいかもしれないですけど、ちょうどこのフックが入ってるのでなかなかこうやられないっていうか、ね、こんな感じなんですね。はい、戻して、大体左側の腕をオモプラータ行こうと思ったんだけど、はい、でも手を入れてきてるのでいけないですね。まあ、赤尾さんも、脇を低く、まあ、手を脇に当てて、まあ、肘を床につけて、あの隙がないですよね。あと1分半なんですね。はい、行きたいですけどなかなかね攻めれないんですね。ここね相手も立ててきてるので、で足をね時折組み替えるんですよ僕ね。あの組み替えるとちょっとねクロス楽になるんですよね。あの足が疲れないんで基本はこう時折組み替えてあのやってますね。手が、ラスト1分ですね。ラスト1分になりました。まだこの攻防で多分このまま行けば勝つなっていうのはちょっとね自分の中で確信もあったので、まあ、あんまり冒険はしないんですね この段階では。はい、まあ、このままクロスガードの展開続いてますね。30、確かどっかのタイミングでねルーチがあのコーション、赤尾さんにコーションが入ったんですよね。どこなんだろうこれ。こっちで15、もう入ってますね。入ってるのでこれ以上もう攻める必要はないんで、相手上に反則が入ってますね。ちょっと笑ってるのはもう大丈夫だろうなっていう。はい、こんな感じで終わりました。赤尾さん強くなってましたね本当に。あのありがとうございました。はい、そんな感じで終わったんですけど、最後は、同門の竹浦さんとシェアという形ですね。あの竹浦君ありがとうございます、ね、あの互いにねあの決勝に来て嬉しかったですという感じで終わります。